はい、マルチ学習会の林です。アイリです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、ですね、日本の人口減少傾向にどう対応すべきかっていうところで、はい、これは2011年の法学部政治学科のフィット入試グループ討論でやっていきます。よろしくお願いします。で、まあ、その日本の人口減少傾向のところでどういうところに問題があると思いますか？人口減少、やっぱり子供が少ない、子供が少ない、どんどん、うん、そりゃそうだね、子供少ないね、どんどん子供が、うん、ね、生まれなくなってて、うん、でまあ、そうなってるのって、うん、やっぱり一人頭の稼ぎが少なくなっちゃって、うん、専業主婦とかその子供を育てていく方々がどんどん減っているっていう、その、うん、どっちとも働かなきゃいけないっていうのって結構大変だと思うんですよね、うん、ただ変な話、なんか貧しい国とかでも結構子供いたりするじゃないですか、うん、それってなんでだと思います？なんだろう、なんかあれですかね、そのこう子供がいるとなんかそのお金がもらえるとか、うん、そういう制度があるとか、あ、フランスとかはそうだけど、まあ、別に貧しくはないから、うん、まあそうですね、まあ、一つ多分言えることがあるとすると、うん、あの子育ての費用対効果、子育てのコスパっていう考え方があって、うん、例えば日本でどうかっていうと、うん、めっちゃ金かかるじゃないですか、日本の子育てって。そうですね、3000万くらいとかって言われても、まあ、全部私立で言ったら3000万くらいかかるかもしれない。公立で全部言っても多分1000万くらいかかるんですよ、うん、でまあそのうん、でそのまま大体1000万から3000万って言われてるんだけど、その塾とかもさ、やっぱお金かかるじゃないですか、結構、うん、でやっぱりそうなってくると結構きついよねっていうのがあって、でなおかつそのお金がかかった割にそんな高い給料をもらえるかっていうとそうでもないじゃないですか。そうですね、って考えると、まあ、子供が一つもさ、例えば株だとするとさ、なんかめちゃくちゃさ、お金投資したのにさ、あんま利益が上がらないみたいな感じになりがち、うん、だからその、まあ、子供を株に見立てるのってよくないんだけど、たださ、やっぱりそういうふうになるよね。でもう一つはその、まあ、途上国とかで子供を産む理由のもう一つっていうのはさ、年金制度とかがあんまりねちゃんとしてないことが多いんですよ、まあ、あったとしてもすごい少なかったりとかもらえなかったりとか、でそうすると子供産んで自分の体調が悪くなったら子供に養ってもらうしかないじゃないですか、っていうその年金としての側面があって、で日本はその年金っていうのを、まあ、社会化してる、社会システムにしてるから、そうするとなんかまあ自分子供いなくてもとりあえず年金払ってるし年金もらえるかなと思うんだけど、年金ってあれさ、子供が払ってるやつをさ親世代にやってるだけだからさ、あれやっぱ何か大変なんだよね。そうですね。でやっぱ子供産まないと結構きつくって、でそのやっぱね、その子供産まないっていうのはやっぱだから非常にこう問題があるんだけど、私もまだ産んでないしとかやっぱり現実的にそうだから、ちょっとこう子育てってめっちゃ金がかかるんじゃないかっていうのと、まあ、そのあともう一つはその子供を育ててるとして、まあ、でも別に子供を育ててもそんなに給料もらえないから自分の面倒は見てもらえないよなっていうのと、まあ、そういうそのコスパっていうのは否定される方もいるかもしれないし、もちろんそれ以外の面もあるんだけど、ただ実際は結構人口の半分より貧しいぐらいの損とか大きいんですよ。教育が長くかかるっていうのが、普通だと例えば発展途上国とか中学校とかから働いてて、うん、でそうするとそのもう中学校の段階から親はリターン得るわけじゃないですか、うん、で小学校の頃からとか、日本の場合はもう大学とか大学院とか出ないとリターンもらえないわけで、やっぱそこはすごい違うし、なおかつそこにかかるお金がすごく大きい。でその教育にかかる金がでかいって話はどうしたらいいと思います？なんだろう、なんかその結構議論が起きそうなんですけど、うん、結構その、まあ、社会、まあね、ご年配の方に回っている社会福祉の分を、うん、やっぱりその子どもの世代に行くようにしていきたいなっていう、うん、まあ、なんか人口比率的にいろいろ仕方ないところもあると思うんですけど、まあ、それは多分一つの議論としてあって、だから例えば今さ、もうその高齢者に回してる年金とかほとんどその国債なわけだから、で国債を返すのは子どもなわけだから、うん、だからそのもうほんと0歳児選挙権みたいな形にして、0歳児でも選挙権がある形にして、まあ、0歳から17歳まで親が代わりに投票するようにして、その子育て世代の政治力を高めていきましょうみたいな話がまず一つあるわけ、ね、うん、っていうところがまず一つあるのと、ただもう一つ俺思うのが、大学の研究とかで例えば SAC だったら中村先生とか研究してるんだけど、日本って中卒でも高卒でも大卒でも、まあ、大卒って言ったらエフラン大卒とか含めたんだけど、そんなに給料って変わんないんですよ。なんかそういう実感ありません？普通に多分中卒でよかった、まあ、その建設作業員やってても、うん、なんか大卒で事務員やってても、そんな給料ってめちゃくちゃ変わらないですよね。確かに2、3万円とかしか変わらないじゃないですか、ね、中国とかだと多分すごく猛烈に変わるんですけど、韓国もそうです。日本は全然変わらないんですよ。で、
その韓国の例えば30代の大企業の管理職って大体800万円から1000万円ぐらい年収もらえるんですよ、ね、うん、ただ日本って多分そんなもらえないんです。600から800ぐらいじゃないですか、うん、大企業の管理職でも。でなると、あ、韓国の方が全然そのいわゆるその高学歴の人たちの収入に関して高いんだなっていうふうに最近思った出来事がちょっとあって、うん、やっぱりね、そういうふうに考えた時にそのどうなのかな、やっぱりね、一つ私が思ってるのが、日本企業ってすごい内部留保多いじゃないですか。そうですね、めっちゃ貯めてるじゃないですか、うん、やっぱり。で、あ、まあもちろんクビにできないからなかなか従業員の給料上げにくいとかってところもあるんだけど、実はすごく優秀な人たちが稼いでくれた利益っていうのをなんかそうでもない人に分配したりとか、あるいは会社に溜め込んでるんじゃないかって思ってる部分があって、本当はもっと高いリターン得られるのに、いわゆる本当に普通大学院とかまで行って頑張って勉強した人がその自分の稼いだ分っていうのを十分受け取られてないから最終的にリターンが低くなるんじゃないかっていうふうに思ってるところがちょっとあるんですね。だから企業側がもしある程度それを溜め込んでるのであれば、例えばその、まあ、高校とか大学に関してもその企業の直系にする代わりに、まあ、例えば本当学費無料にするとか、それでだいぶ負担がこう軽くなる部分もあると思うし、まあ、そういう考え方も必要ですよね。だからその民主主義の制度そのものとして、まあ、国債で借金最終的に払うのは子供たちなわけだから、その払う人にその発言権を与えるっていう意味での、まあ、だからあの賛成なくして課税なしなのでっていうところで考えたら、まあ、0歳児選挙権とか、あとまあもう一つはその、まあ、いわゆる教育によって得られた便益っていうのが実はどこに流れてるのかっていうのをちゃんと分析して、うん、おそらく日本の場合個人じゃなくて企業なんですよね、うん、企業に流れてるってことが明らかであれば、ある程度その減税措置とかをしながらもその教育の方にちゃんと企業が投資できるようなその税制作りとか仕組み作りとかっていうところはやっぱりすごい大事で、まずその教育費を下げるってことが大事ですね、うん、もう一つはそのリターンを上げるためにはどうするかっていう話をすると、結局リターンを上げるためには需要と供給なので、労働市場の中での需要と供給をどういうふうにやっていこうかって話をすると、まあ、あの外国人とか外国資本にどんどん会社経営してもらうっていうのが一番よくて、例えばそのシャープとか結構給料いいじゃないですか。シャープはあの台湾人に買われる前給料悪かったんですよ、でそれが台湾人が経営し始めてから利益が出るようになって給料良くなったんですよ、とかやっぱりそういうことを考えると、やっぱりこう経営能力がある外国人どんどん入ってもらって、でそのやっぱり経営ちゃんとやってもらうことによって、で日本の経営者は甘えてるんですよね。安い値段でみんな働いてくれちゃってるから、そうじゃなくてやっぱりある程度その頑張って働いたら給料払うよっていう経営者をどんどん海外から連れてきてやっていくっていうのが、やっぱり非常に大事かなと思います。だからその教育費を下げるっていう観点と、もう一つはリターンを上げる、まあ、だからコストを下げてリターンを上げるっていうところが、まあ、実は大事なのかなっていうところと、まあ、そのリターンっていうところをもう一つ入れて、やっぱ子育て世代への給付っていうところに関していったら、やっぱり賛成なくして課税なしってことで、もうあの0歳児にも選挙権を与えるっていうのがいいのかなっていうふうに思ったりはします。はい、はい、最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あの下の概要欄の方にですね、毎日学習館 LINE アットがあるので、まあ、そちらの方からご相談いただくとですね、10日間無料体験、10日間無料添削、まあ、もろもろですね、私に、まあ、10日間って言わなくても本当に1回だけでもいいんで、受験相談することができますので、何卒お問い合わせのことをよろしくお願いいたします。あとはですね、チャンネル登録、いいね、ぜひ、していただければなと思いますので、皆さんの登録、皆さんのいいねがですね、私のモチベーションですので、ぜひ、押していただければなと思います。何卒よろしくお願いいたします。お願いいたします。